李朝大古知里朝は、ベトナム北部に1009年から1225年まで存在した王朝。首都は小流。前、霊朝の将軍李公治むの父の家系は二期限を持っていたが、しかし母は、藩主という名の女性だったという事実を除いて、母の家系についてはほとんど知られていない。しかし、少なくとも李公治むの父の家系が、 中国の民族的なバックグラウンドを持っていたことは、ベトナムの歴史家チャンクォックブオンによって受け入れられている。1009年に、それまで北部ベトナムを支配していた、その利口を治むが、軍権を掌握して前霊長を打倒、李長を樹立、1010 10年に首都を花漁から昇竜に移し、1054年に国号を大越しとした。セラミックとオバーウィズロータス、ボダイリーフ、ダンサーデコレーション、 ハノイ李朝は初代皇帝大祖の時代から第四代皇帝、人相の時代にかけて前世紀を迎えた。それまでの越人独立省王朝は中国を中心とする作法体制の中で常に軍王の扱いであったのに対し、李朝は越人王朝として初めて国王として作法され、民族意識が高まった。北宋と李朝との間ではしばしば国境問題が発生していた。 宋は、新宋の即位後、最小の王安席の主導で、積極策に転じて、ベトナム計略を図った。これに対して、李長は、1075年に帰戦を制して、立下決を総対象として水陸から宋に進行し、金州、連州、州などを攻略して引き上げた。宋側は反撃して、ベトナム奥地まで攻め入ったものの、 戦果を上げることができずに帰還した近郊まで迫るも、黄河を渡火できずに引き上げたとする。大越は有利な条件では僕することに成功。北宋との国境を確定するとともに、国家としての威勢を示した。一方、宋側は逼迫する、国家財政の再建に追われることとなった。1174年には南宋から安南国王に作法され、 作法体制の中で最高度の独立性を持つ属国として認められた。李朝時代は、科挙の実施による有能な人材の登用、儒学、仏教の奨励などで文化が中国化して著しい発展を遂げた。しかし、政治、官僚体制としては未熟な上、王朝時代も地方豪族の連合名詞的存在であったため、中央集権化が思うようにできなかった。 1175年、英層が没して構想が第7代皇帝として即位した。ところが、この構想は暗愚な人物で国民に対して重税と不益を敷く悪性を繰り広げた。このため、国内各地で農民による反乱が多発し李朝は急速に衰退していく。1210年、構想が没して、めぐみ隆が即位した。 この恵み衆も父の構想同様に暗愚な人物だったため、国内はさらに乱れた。このような中で、恵み衆の外籍にあたる陳守る旅の権勢が著しく拡大した。政治の実権を完全に掌握した陳守旅ルタビは、1224年、恵み衆を廃してその娘である、李明子を擁立した。そして翌年、恵み衆を自殺に追い込んだ上で、李明子と、 陳守るたびの、上院の陳を結婚させて、陳を好位につけることで、陳朝を開いた。李朝は9代217年に及ぶ、ベトナム史上最初の長期政権であった。大総理公治む大総理普通名総理微尊、人総理監督、新総理明官営総理天祖公総理劉、恵総理小公理夫金、元号一覧李朝を参照。ありがとうございます。